です。はい、皆さんおはようございます。どうもどうも、ナス兄さんです。今日はですね、はい、なんとなんと近所のね夫婦からね、ナス兄さんちょっとランチあそこ行ってねえんじゃねえかって言われたんでね、はい、来ました。こちら紫のですね、はい、紀の川っていうね食堂があってね、こうランチめちゃめちゃ美味しいらしいんでね、お得だっていうんでね、ちょっとね行ってこようと思います。ランチ行ってきます。今回ご訪問するのは岩手県北上市紫の駅前にある紀の川さん。営業時間は昼夜になってます。はい、こちらおすすめはねこの日替わりランチ。はい、日替わりランチですね。結構なあれですよね、おかずがたくさんありますね。はい、日替わりランチ650円ね。こんな感じでね、メニューはいつも通りインスタグラムに載せときます。はい、私日替わりランチのラーメン、汁物をねラーメンにして頼みました。ご飯、アジフライ、小鉢のひじき、はい、そして豚の生姜焼き、はい、まだあるよ。そして私の頼んだ汁物はラーメンにおしんこにナムルになります。いただきます。魔法ですね、魔法ラーメン。おー、このラーメン美味しい。ラーメンも。いいねこれ。俺の好きなラーメン。生姜。うん。美味しい。キャベツ大量入ってる。ブルドッグソースっていうのいいよね。普通のおソースの。いいよね。うん。なんかめっちゃ家庭の味。美味しい。これで800円は安いね。安い。めっちゃ安い。きゅうりともやしのナムル。こうやったら毎日来れんな。めっちゃうめ。
はい、そんな感じで食べ進めてきましたけど、こちら岩手県、はい、岩手県は北上市にある紫の、はい、北上市紫のというところにありますね。はい、木の川さん、はい、紫の駅前にありますね。駅前の紫のタクシーの向かいですね、ちょうど向かいにあります食堂木の川さんに今回お邪魔しました。はい、そういうことでね、今回ここに行くあれはね、近所の夫婦、はい、いつも釣りでねお世話になってるね近所の夫婦のね旦那さんの方がね、那須兄さんまだ木の川行ってねえのがみたいなこと言われましたね。はい、あ、そういえば木の川って一応行こうとしてランチで行こうとしてましたよ、早く行ってこいよって、あそこいいよっておすすめするからって、あ、マジっすか、じゃあ今度ランチで行ってみますって、ランチがお得だからランチがいいぞって言われたんでね、はい、ランチで来ました。はい、最初夜来ようかなと思ったんですけどね、ランチがお得だっていうことでね、ランチに来て正解です。見ました、このボリューム、はい、これ日替わりランチに ラーメンミニラーメンがついて、なんとなんと800円。わかります、この値段わかりますか、わかりませんか、皆さんわかりますよね。アジフライ、生姜焼き、そしてひじき、ナムル、おしんこ、ライス、そして汁物でラーメンがついて800円です。どうですか、安くないですか、めちゃめちゃ安いですよね。はい、そしてこの汁物が味噌汁だったらば650円で、あとそばだっけかな、うどんだったかなだったらば100円増しで750円、そしてラーメンだと150円増しで800円だそうです。はい、こちらなんとなんと常連のお客さんはね、はい、店に入るなり、あ、すいません味噌汁で、あ、すいません俺ラーメンで、あ、すいません俺うどんで、みたいな感じで頼むんですよ。うん、味噌汁だけ飲んでくのかなって思ったらば、ここの常連さんは日替わり定食だけは味噌汁ラーメンうどんみたいな感じでね注文するみたいです。はい、私もね次行ったらばね、すいませんラーメンで頼みたいと思います。はい、このボリュームでね、まあ味噌汁で650円、安いですよね。はい、これはもうやばいですよね。あんまり教えたくなかった、教えたくないランチですね。はい、これはまあでもね、皆さんねこれ行ってみてください。マジで家庭的な味でね、めちゃめちゃ美味しかったです。結構仲間いっぱいになるな。はい、ごちそうさまでした。っていうことで美味しかったですね。しかも安いっすよね、ラーメン付きの定食で800円、普通の日替わり定食で650円ですからね、めちゃめちゃ安いと思います。はい、で美味しいです、家庭の味ですよね。はい、めちゃめちゃいいと思います。駐車場はですね、この店の前にこう斜めに止めてくださいだそうです。はい、そういう感じだそうです。はい、なんで皆さんぜひともね、ランチお得なんでね、みんな食べに来た方がいいと思いますよ。はい、あんま宣伝するなって言われたけどね、思いっきり宣伝振りだと思って宣伝しますんで、皆さん食べに来てください。はい、そういうことで、美味しそうだと思ったらば高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ヘバナイスデイ。私は2日後に病院に戻ります。病院に2日後に行きます。